サイ。ヘッドもおしゃれにして。そうでしょ。うん、いい。香港のセントラル地区の方がやっぱり落ち着きますね。駐車中、今日もすごく、素晴らしい方に会いました。中国でホテルをやられていて、あとメーカー、さらに不動産をやられてる、28歳方ですね。やっぱ香港で会う方っていうのはちょっとスケールが大きいですね。日本ではなかなか会えないような方と会えるんで、やっぱりそういうところをしっかりと自分の、勉強に、そういう方々の雰囲気を盗んでいかないといけないと思いました。というか靴が染みる。そう、今日あった方ですね、28歳、すっごいいい男ですね。いい男っていうのはそのもちろん外見雰囲気もそうなんですけど、人としてのあれですね、態度というか謙虚さ、いろんなところがやっぱりすごくいい男でした。なかなか日本では見ないタイプですね。やっぱあそこまでいろいろやられてるとか、教養があったら違うんですかね。イギリスに、高校大学はイギリスで、日本にちょっと行っていて、で今は香港と中国を行き来してる。今日の一本です。これはソロイストですね、のとオリバーピープルズのコラボです。サングラス、ソロイストは相当人気があります。ティアドロップのサングラスです、まあ、日本人はちょっと難しいんですよね、この辺り書きこなすのが。相当かっこいいイケメンの男性か女性じゃないと